まあ、僕はゲイなのでそういうあの立場からあの視聴者として見ていて感じたのが、あのそこであの発見があったんですよ。あの最初のあたり自分に関心の高い例えば同性愛の問題とかが描かれている時には自分の吸引力でグワーって言ってるんですよ。だけど例えば杉山文乃さんの話が始まってトランスの方に行った、そうすると性別違和で悩んでるっていうのは、僕はあの性別違和 の違和感があんまりないのでちょっと冷め始めるんですね、視聴者として。でそれが終わった後もう一回なんか関心のある系の話に行くとガーってなるけども、また冷めたりとか、テーマによって行ったり冷めたり行ったり冷めたりっていうのを繰り返しててだったんですね。でこれってもしかしたらその LGBT っていうのを外から眺めてる感じの異性愛者の人たちっていう意識で生きてる人たちにとっては、なんかこの冷めてる感覚と似たような感覚でずっとこの番組を見てしまうのかもしれないっていうふうに思って、だそこの回路作りっていうのは本当に難しいんだなというふうに、その引いて冷めてなんか傍観するように観察するように見てる自分を発見した時に思ったんですけれども、あのそういういわゆるすごい NHK となると広い視聴者層をターゲットにするわけで、でまあ比率から言うと見る人の比率の中ではそういう LGBT 当事者ではないという意識の人が結構見るということも頭の中で描きながら作ってると思うんですけども、その辺で考えられていることとか、そこへの回路作りということで工夫したりとか、なんかアイデアが浮かんだりとかいうことっていうのはありますか、番組を作る。いや今の若林さんの話を聞いて、あそういう風に見るんだと思って逆になんかあのへっていうか、あそんな風にこう引いたりね近づいたりして見てくださってたんだなって思うと、あそれは若林さんはそうでしょうし、チアセクシャリティをお持ちの方は多分その逆というか、若林さんがぐーっと引かれたところをすごい引いて見ていったのかなって、ああなるほどねって逆に今気づかされたりしました。そうですね、本当にこれ人によって全然違うと思うんですけども、どうでしょうね、今回、ETBR に関して言いますと、さっきもちょっと言いましたけど、友達とかこう親の視点っていうのはかなりこう意識的に入れてるわけですね。で、まあ、そのあえてその当事者寄りではちょっとないような発言があったりとか、でもそうは言ってもストレートの人はこういうふうに感じるんじゃないかとかっていうところをちょっと意識的に入れたりとかしているのは、そういう人たちもなんかこう身近なこととして引きつけてこう考えてくれるといいかなっていう。それは ETV ワイドの場合は、いわゆるノンケ男性ということで生きている、アナウンサー町永アナウンサーを、あの方は ETV ワイドのレギュラーなんですか。そうですね、はい、彼が入っているということが、あの番組の冒頭で無知な彼に向かってみんなが寄ってたかって説明をしているという図になっていて、そこが一番見ていてドラマティックで面白かったんですけども、なんかあここを多分広げていく回路なんだろうなっていうふうに思いましたけどもね。そうですね、まあ、見る人によってどう思うかあれですけど、でもその自分もそうだっていうのは、吉永アナウンサーが、まあ、アナウンサーはアナウンサーでこうしっかり進行して進めていく役ではあるんですけれども、同時になんかその自分を見てくれる人がなんかこう自分も初心者なんだけどいいのかなみたいな、まあ、例えばその石川大我さんがこう僕初めて付き合った人がこうボーって話した時に、それは男性の方って聞いてもいいんですよねこういうことっていう、あのこうおっかなびっくりさっていうのは、割と率直にねこう知らない人が思う感覚で、聞いたら悪いのかな、失礼なのかな、傷つけちゃうのかな、でも知りたいし、どういうふうに聞いたらいいんだろうっていうところが、実は私も取材を始めた当初はあったりしたので、まあ、なんか地雷を踏んじゃいけないような、そうな、傷つけたくないし、何を聞いたら傷つけちゃうのかわからないし、わからないというのはそこなんですか。ビクビクしながら、でも知りたいし理解したいし、でもどういうふうに聞いたらいいのかわからないっていう、なんかその疑似体験じゃないですけど、テレビを見ている人に
こうしていただけ、なんかごめんなさい、なんか答えがどんどん外れてますね、あの質問に対してかなというふうに思ってますけど、あれなんですか、やっぱ同性が同性を好きだっていうことを聞くね、例えば、町永さんが同性が同性を好きだっていうことを聞いてみたいと思うことをね、ちょっと聞いちゃ悪いようなことを聞こうとしているんだけど僕っていう感覚ってあんのかな、悪いことって思うの、それはだって分かんないんだから、それ聞いたら怒るのかな、それを神経質に出なきゃ言ってると広がらない、いや、あれがまあ自然に町永さんがあれをやったのか、演じたのかわからない、なんとも言えないところです、我々もわからないですよ、はい、そうそう、だから私は逆に男性が男性と付き合うということに疑問を持つことが悪いことだと思ってるのっていうふうに思っちゃったのね。でも悪いことだと思ってる人が大多数だというふうにない世の中だからっていうのはあるから、 LGBT ワイド、それよりね、だからこれを聞くことがいけないことなのっていうふうな恐れがあるわけよ、恐れ、我々がもう普通だから君彼女いるのって言えるけども、うん、分かんない人があなたに対して彼女あと付き合ってるのは男性ですか女性ですかっていうふうに言って、それはその子踏み込んだことを聞くわけだから、それは向こうにしてみればとても緊張する部分のことなわけで、そうだね、私だいぶすれてるんだと思う、そういう当事者的にすれてるんだと思います。だからそういうのを思うけど、やっぱ、うん、当事者っていう意識で生きてる人たちも当事者じゃない人たちの心持ちを想像したりとか、うん、あこういう風に言ってくるのはこの人はこういう環境で生きてきたからある意味なんかしょうがないよねって言い方も失礼、その人に対して失礼だけれども、まあ、そういうもんだよねぐらいのなんかもう少しその辺は柔らかくなってもいいんじゃないかなっていうのを、全然私ベラベラ言うけど、全然普段をご存知の方はね言うでしょう、だけどね、やっぱり怖いって言った人がやっぱいるのよ、そのあれが、ゲイの人は話すの怖いんですよ、何言うと怒られるかわからないんでっていうふうに、でそういうふうに思わせてしまうと向こうはもう言えなくなってしまって、で言わないってことが別にその問題がなくなったわけじゃなくって、ただ言論を封鎖するということになっちゃうから、あえてそういったことを言ってもあえてとこちら側がこう受け流すぐらいの部分がないと外部とは付き合えないでしょうってことで、放送禁止用語増やすだけになっちゃうんだよね、そうなんだよ、封印を増やすことになっちゃうから、そう、それで何でしょう、すごい大雑把な言い方してますよ、すごい失礼かもしれないですけども。